はい、自分かっこそれぞれはホロライブでスケベ度何位くらいと思っていますか。実際にはこのホロメンの方がやべえよっていうのありますか。うわーでも、うんうん、どうなんだろう。スケベ度だから、うん、エッチ度とかじゃなくて自分の深淵度みたいなってことだよね。おー、でもなんかやっぱラインを踏み越える時の踏み越え方を思うにノエルかな、うん、やっぱり。あーノエルちゃん、そんなにノエルちゃんって超えてるの。ノエルは普段なんか何事もない顔してて、うんうん、超える時はいきなりマリンの3段階上くらいをポンって普通に超えてあ、やべやべやべ、みたいな感じでごまかしてやべやべ、何言ってんだ団長、ははは、みたいな感じで適当にごまかして、うんうん、チェリーつくいてよ。俺がな、チェリー卒業させたるよっつって、なんつって、ひどい、親も見てんのにどういう気持ちで見るんや。ペロペロペロ。じゃあ少なくともノエちゃんよりも下の位置にいるってことね、マリンは。って思いますけどね、マリンは。オカニャンは？オカニャンはなんだかんだ、まつりちゃんにはかなわないなって完全敗北した瞬間があって。でもまつりってさ、なんかちょっとオカニャンとか我々とはちょっと違くない？なんか湿り系がないというかさ。あー、なんか割とカラッとして、はいはいはい、ちょっとおふざけで言ってる感じがないか。あの岩あれみたい。あーね、わかる。あのちょうどもっぽって自生できるようになったのね。そうなの。ちょっとお母さんどうしちゃうわ。コラボ中だから。直接は言わないけどめっちゃチンコに見える。まつり様あーだ、あぶねー。ペロペロペロ。なんだろう、まつりが最近これ見たんだよねって進めてきたやつが、もう僕は受け入れられなくて負けたんだよね。何系だったんですか。言えない。言えないんだ。言えない。なんか強いて言うなら伸びてた。伸びてた。でも深掘りするとこれはアーカイブが消えるので次に行きます。ああ、わかりました。はい、次ホロメンの中で、インキャプテン、ホーションマリン、アイムホーションマリン、イエーイ、イエーイ、